にちは。あの始まってるんですか？一応始まってます。あ、マジですか？もう始まってた。1分前ぐらいです。マジか。なんと弾いてた。音はどうでしょうかね。聞こえますでしょうか。ジャジャモガさん、こんばんは。阿部さん、阿部真奈部先生、お疲れ様です。聞こえてます？お、ありがとうございます。抜き打ちで始まってんのはなかなか抜き打ちみつぶさと、あ、佐藤みつぶ、こんばんは。8時になりました。はい、8時になりました。8時、8時になりました。じゃあ配信、OD5 2 Explosion 活音法プロの、発売記念の配信を行いますわ。いやー、ありがとうございます。じゃあ今日はじゃあゲスト佐々木秀久さんです。はい、はい、よろしくお願いします。これです、はい、これですか、正面。あ、はい、これです、これです。ウケランページとトリックスのギタリスト、はい、佐々木秀久です。お願いします。わあ、まあ、今日はあのデモ演奏等もオケを流してバッチリ、はい、ね、やっていただけるということで、はい、まあ、先ほども、まあ、リハで、うん、あのもう かなり久々に弾きました。なんか贅沢、僕はここで座ってるんで、あの、はい、もう目のかぶりつきですね。かぶりつきでライブを見てましたけど。で、一応ですね、はい、あの今じゃあ、まあ、接続の状態なんですけれども、うん、まあ、いきなりここに行って、あの、うんうん、まあ、歪みにつながり、うん、まあ、このまずね、ちょっと待ってくださいね。オーバルトンプリアンプ、クリーン、これはクリーンの状態、今クリーンが鳴ってますね。で、それがこちらの部屋のすごい、OD100 のアンプのリターンに入ってます、うんうん、リターンに入ってパワーアンプだけ使って上のキャビネット、はいはい、で、まあ、アンケートをご協力いただいた、まあ、スピーカー、あの、うんうん、マーシャルのセレクションヴィンテージの、うんうん、あの英国製っていう UK 製のやつのを SM57 で撮っています、うんうん、マイクで撮った音がお届けされているということですね。はい、そうですね、はい。はい、で、まあ、オーバルトーンの、もう一人は今日はあのその画面の向こう側にちょっとあの、あ、はい、来た社長、社長はちょっと社長兼弟は今日ちょっと場所が少ないんで、あのちょっと向こう側にいますということで、うん、はい、僕がちょっと何か口走りそうなったらタオルを投げ込むって、カン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 って、ね、はい。で、今のそのセッティングを一応この画面では、うん、あのこの右上のこのメモ帳みたいな黒いところに、まあ、今はこちら、うん、まあ、上の方、なるほど、音出てて、まあ、はい、あと JC、そうですね、あの、はい、繋いだりして、はい、まあ、その時はあの、はい、今はこちらっていう文字を下の方に移動させますので、うん、あの今どっちか出てるかなっていうのが分かると思います、うん、はい、ね。で、あとこれが照明をほう、ちょっとこうするとちょっとライブっぽくなるんで、これ伝わるんですかね。いや多分伝わる、あの、はい、これさっきのノーマルです、これノーマルです、はいはいはい、でこうするとちょっとライブっぽくなる、ね、でだいぶちょっとで、あのこの画面になります。あ、で僕はこっちに逃げるんで、あの、あ、佐々木さんのライブ的な感じになるかなっていう、はい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 、はい、ところですね。こだわりがね、はいはい、ちゃんとあるわけですね。そうなんです。基本この画面でいきますね。はい、はい、あ、でちょっと
ライトもまあ普通に、まあ、ずっとライブモードでいいんじゃねっていう気もしないでもないやっぱそこはやっぱりね、まあちょっと、うん、あまあメリハリというか、はい、メリハリということで、いいですね、はい、あ買いました、ありがとうございます。佐藤田中さん、佐藤田中さんって面白い名前、確かに、うん、同じ田中です、まあそうですね、いやどうもありがとうございますはい、ということで、改めまして、11月26日にね、はい、発売に、そうですね、26日に発売させていただきました、はい、ボディ5エクスプロージョンはもう僕何年前ですかね、あれあれは3年前くらいですかね、あ、そうか、エクストリームは、じゃあエクストリームはもう10年前ぐらいですね、そうですね、9年か、僕はそのエクストリームからはい、お世話になってるというか、そうですね、うん、普通にそれをユーザーとして使ってるとこから、オーバルトンさんとこう付き合いが始まってっていう、はいはい、でエクスプロージョンに進化して、はい、でこの度カスタム4プロの、はい、まあ、サウンドをずっともうチェックするというかね、試す係として、いや本当に携わらせていただいて、ね、だいぶ密にやらせていただいて、ね、本当に、でまたその、まあ、いわゆるその開発の途中の段階っていう、うん、いうものをもうその本番で本当に普通に使っていただいてあのね、最初試作上がってきた時点でもう100点超えだったので、はい、もうそのままリハ、はい、そして本番へというふうに、はいはいはい、もう現場でずっと使い続けながら、さらにもうこうなったらいいなっていうのを2年半やり続けて、はい、まあ、そうですね、うん、はい、いいですね、11月26日に届いてます、ありがとうございます、こちらこそありがとうございます。まあ本当にでも皆さんに楽しんでいただけるようなものができたかなという、本当ですね、だからなんかその、うん、ちょっと音出すんでも、まあ、楽しさもあるし、うん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 、でガチで使う分にもちゃんと いけるという、うん、ところは、いや当然ですよ、カスタム4プロですから、ね、カスタム4アマじゃないわけですからね、そうそうそう、これはこれは だいぶこのコードネームも途中、うん、オーディファビツエクスプロじゃなくてオーディファビツフュージョンっていう名前にしようみたいな、そうそうそう、なんかタイプ F っていう時代があった、そうそうそう、ありましたね、誰かにね言われて、そうなんです、確かに、だからその F はフュージョンの F、うん、なるほどね、で、はい、で確かその森内さんの現場に伺って、うん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 、時ぐらいまで F だったんですよ、うんうん、あーなるほどね、でそこで、うん、もうちょっとこうっていう話の一個でかい転換があって、うんうんうん、でこれフュージョンだけではないなみたいなことになって、うん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 、でカスタム、じゃあカスタム4プロかなみたいなになったんですよね、うんうんうん、過去最も長いエフェクター名かもしれないそうですね、まあ、あれの時までは基板が前のと同じ構成だったんですよ、あそこから1枚全然違う設計になってたんで、うんうんうん、で音もちょっとなんていうか、もっとレンジが広がりましたね、そうですね、あそこからちょっと一回音出しておきますか、そうですね、はい、ちょっとじゃあマイク、しゃべりマイク切ります、はい、いい音ですね、いやなんかまあヘッドホンで、うん、もう聞いてるんですけど僕らも、うん、この音、うんうん、まあいつもあの Vlog とかではそこを鳴らして、あ、まあ、生で聞いてる、はい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 、だからなんでこの聞いてると多分お客さんそのまま行ってるので、うん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 、いやマイキングされた音ですか ねいいですね、だいぶどういう音なんでしょうねこれはね、なんかまあ、最初は結構、うん、その佐々木さんが開発が、うん、始まった頃に、うん、佐々木さんが使っていた、うん、その2ロックのアンプ、ヒズム2ロックのアンプをメルカバーでブーストした音が出るのが欲しいっていう話で、もういい音、ありがとうございます、ありがとうございます、仁司さん、あ、どうもセカンドどうもして、セカンドは割と早めに行けるのかなって思いますので、うんうんうん、あ、山崎くん、いらっしゃいませ、ありがとうございます、
あ、鈴木さん、山口さんも。そう、あの、ひろゆきさんがお客さんで来てたんですよ。あ、そうで、あの、後ろの方行ったら、あ、あれと思って。へぇー。そうそう。いや、いいよなぁ。どういいかは解説しますけど。で、まあ、その、ね、いわゆるその、佐々木さんの使ってた、佐々木さんが作ってた音っていうものに、うん、まあ、これがだからファースト、うん、そのノーマルの版を作った時に、うん、あ、こっからだったらいけるかなっていうんで、うん、佐々木さんにお話しした。だいぶ前にこの2ロックのゲインマスター35っていうアンプを僕持っていて、それのゲインチャンネルをもうアンプ、あのディストーションマックスにして、ゲインマックスにして、さらにメルカバ、オーバルトンメルカバでブースターした音がペダルで出たらもう一生それ使うんすけどねみたいな、そうなんです、あーみたいな話はしてたんですけど、なんかちょっとできそうですみたいな連絡もらって、はい、で試作機が来て、その話があったところから 2,3 年経ってますね。そう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 、 2,3 年経って、うん、で、あ、これだったら佐々木さんこないで言ってたやつできるんじゃないかと思って、うん、だから僕トリックス入った最初の通話やっぱまだ2ロックで、はい、あの、はい、4ケーブルメソッドでアンプ切り替えてライブやってましたからね。あ、そうですね、うん、まあ歴史がありますね。で、まあそこからだから元はそれだったんですけど、うん、まあやっていくうちに、で佐々木さんもちょっとずつ変わってったんですよ、うんうん、このプレイスタイルとか、そうですね、うん、でアンプも変わって、うん、でもうちょっとその上の方もスーッと抜ける音っていうのを、うんうん、前はもう少しウォームな感じだったかな。そうですね、ギュッて感じの音だったかな、はい、なんでまあちょっとそれに合わせて、うん、もうスーッと抜ける音に、うんなっていったと。まあやっぱり僕きめ細かい音の方がどっちかと好きなタイプなので、はいはいはい、うん、きめ細やかかつでもサスティンもちゃんとあって、はい、でもしっかり歪んで、でニュアンスも出てボリュームの追従性が良くて、いやそれのボリュームの追従ってそのまあ割とそのまあ絞ってクリーになるっていう、まあそれはそうなんですけど、佐々木さんとの段階で使うじゃないですか。ちょい絞り、ちょい、もうちょい絞り、もうちょい絞り。で、そこが全部クリアしないと、なんかなみたいな。佐々木さんは結構、なんかなって言うんですよ。あ、マジですか。そんなこと言ってた。そうそう。だからそれで、ああ、じゃあもっと頑張んなきゃと思って、やったですよ、本当に。ちょっとボリューム絞った音聞いてもらっていいですか。あ、はいはい。変えるんですよね。やばいっすよ、お客さん。そうなんですよね。絞った音マジでいいっすよね。だからまあ、うん、そういう本当に佐々木さんは多分実際使うからそういうリクエストがあるっていうところで、まあ大体はだからそのフルか絞ってるか、うん、その2パターンの人が多いじゃないですか、ね、その途中の段階っていう、うんうんうん、オーブリも入れたら、あ、そうなんですよ、今オーアプリ入ってます。そうなんです、あ、このチュン、あチュンみたいな、はい、ちょっとこうこれじゃあちょっとこれを動かすと、おお、で、じゃあ、って言ってました、揺れる、揺れる。こんな感じです。そうです、うん、あ、でも、ここに、うん、あれが、ギターカバンがあるので、やっぱりちょっとこっち来ます。はい。これ、入れる。はい。
イアン、香港のディーラー。香港のディーラーさん。ああ、そうなんですね。イアンミュージック。いらっしゃいませ。なんちゅういい音だろうね、これはね、つってね。ジンさん、あ、気持ちとともに上げていく感じがすごくいいですね。そうそうそう。例えば、ね、だから使い方としては A メロは、ね、何もか触ってないですからね、本当に。はいはいはい、それからずっと同じ音。何も触ってません、私たち。もう今もうこの瞬間にストーリーがすごかったですよ。確かにアドリブで割り上手くできたな。いやでもまあ本当にじゃあ表情豊か、うん、まあまあ、それだからエフェクターがっていうか、まあ、そういう表情豊かな演奏を反映することができるっていうことで、うん、じゃあちょっと今ね、だからこれはもう少しはちゃんとペダルのことを、ああ、そうですね、人も集まってきたし、そうですね、グレースサウンド、おー、イエー、センキュー、ウェイトギタープレイヤー、まあな、グレートペダルビルダー、本当、いやでもイアンさんは、うん、あのあれですよ、あのフェイスブックとかで、うん、佐々木さんの、うん、あの競争本とか上げて、あ、本当ですか、そうです、だから結構、Thank you. 香港でも、あの、あ、なんと、そうなんですね。認知があるらしいですね。ありがとうございます。はい、どうしようか、僕が説明していいですか。あ、どうじゃない、うん、あの、ね、一応今日のテーマが、だから佐々木さんのおすすめセッティングみたいな、はい、使い方を伺いましょうっていうのが一応メインテーマであります。じゃあ一応、どういうペダルかっていうのをざっくり僕から解説させてもらうと、うん、ね、はい、これ上の段と下の段で同じ、はい、ものが2つ入ってるって考えてよくて、そうですね、まあ、うん、あ、すいません、ちょっとここで、はい、若干は違うんです、あ、そう、アナログな、アナログなんで、やっぱりその多少の誤差、まあもちろん選別して、うん、あのパーセントすごい低いところまで抑えてはいるんですけど、どうしてもやっぱりアナログものなんで、うん、あの多少キャラクターは、はいはい、あの厳密に、はいはいはい、っていう、まあそこは、はいはい、まあで、まあ2つ使い分けられるという、はい、2個入ってるというふうに考えてもらってもいいよ、はい、でこの、チャンネルセレクトで、まあ、こっちが右のこの赤いね大きい印がある方がオンオフスイッチで、こちらのそれぞれのピョーってこう伸びてる方がこれがちゃんとこう LED をこう通過するようにね、はい、こうちゃんとしてるんですけど、はい、チャンネルセレクトですね、はい、で今基本的には同じ、まあ若干の誤差があるかもだけど、あのスペックは基本的に同じで、はい、ハイとローとミッドのこう原因切り替えがありますと、はい、で今上のチャンネルは、下にしてるのでミドルゲインで、ここから、ね、これがこれ、そう、今はねミドルゲインとハイゲインの切り替えになってるんですけど、うん、はい、もう一個ゲインがあって、もうローゲインに、じゃあ上のチャンネルしますね、こんなサウンドです。だからまあ実質3つ歪みがあって2つ同時にセッティングしてて切り替えられるという、うん、そうですね、そういうペダルで、裏にねローカット、あ、ローカットは、うん、ローカットスイッチっていうのもあって、これはつなぐアンプとか環境によって、もしもローがちょっと結構ブーって回った時用にちょっとあったら便利だなっていう、はい、ね、ローカットスイッチ、これは結構周波数的には割と低いところですね、だから割とでかく出した時に分かりやすいところで、耳が聞いてあからさまに違うっていうことでもなくて、そうですね、キャラクター的には割とキープしつつ、うん、どっかのライブでやっぱりなんかいわゆるこうやった時になんかもうベースを
マスクぐらいするぐらいブーンって回ることがあった時にあちょっとやっぱローカットあるとやっぱ便利ですよねって話でね、はい、ついてたという、はい、でね、じゃあおすすめ割と今このアンプの環境でこのマイキングされた音では、はい、今じゃあ今 下のねこのハイゲインですけど、ゲインはまあこのセッティングかな。これはね真横からは環境によってこの辺になるかな、はい、でも大体この辺にいることが多いですかね。ヌルポだって。ヌルポって何？ガって言っとけばいいんですよ。ガえ何語？なんかそういう言葉があるんですよ。全然わかんない。ガって言ってけばいい。このギター使ってるこのツーハムなんですけど、これあの AZ アイバニーズの AZ なんですけど、これで弾いてる時とかまあ原因真横かな。ただねこれも音量上げていくとバンバンハウるんで、はい、ああそうですね。そういう時はねもう全然この辺でライブやってることも多い。だからなんかこう相乗効果っていうか、うん、あのそのアンプのその原因感もあるし、ね、うん、あとコンプレッションもあるので。まあそれに合わせてってどっちかというとだからあのエフェクター単体で歪まこう曲げて歪ませ切ることもできるんですけど、うんうん、合わせて使うこともできてそうですね、そうですね、感じかなっていう、うん、まあ僕は弾いてる感じあの原因十分ありすぎるのでみたいな、はいはいはい、うん、どっちかというとハウリングし起こさないようにちゃんと設定してそうです、うん、しっかり原因は稼げる。でなんか、うん、弾き方ですかね。なんかどうピックとかってどう、あこの普通のジャズ3。ジャズ3。うん、そうそう、ジムダンのジャズ3です、めっちゃ弱く弾くの。やっぱリフは ガツガツ弾くし、はいはい、うん、まあやっぱタッチにはすごくちゃんと反応してくれないと弾いててコンプ感が強いなって僕は多分感じるので、なんかもうちょっとニュアンス出したいですみたいな。そうですね、コンプ感はだいぶ減らしてっていった感じですよね。でもサスティンは欲しい、ね、そうそう欲しい時にサスティンは欲しいっていう。そうなんですよね。じゃあちょっと見ていいかな。それこの買いそびれたのでセカンドの、あーどうもすいません、ぜひぜひセカンドあのどっかお店には入ると思うので、ああ、はい、これブーストさせてもいい音しますよね、うん、ログインでかな、あブースト、そうですね、なんかやってみます、なんかね僕はぶっちゃけファウンテンでバブーストすることが多いですけど、じゃあファウンテンちょっと繋いでみます、それともぜひぜひ、あでも、まあ、やっていきましょう、うん、まあ後ででもいいしねこれね、うん、そうですね、まず単体の後でいいじゃん、単体ので、うん、ね、ちょっと僕の使い方の1個にはそれ全然あるので、はいはいはい、後で全然紹介しましょう、はい、山下さん、ローゲインでカッティングサウンド、ローゲインでカッティングサウンド、ローゲインセッティングでってことですかね。そうじゃない、うん、はい、じゃあちょっとカッティングでいけるし、まあ手でストラトとかでやった方がいいけどね、ちょっとそれでやってみましょうか、はい、あシングルします、うん、したらあ、分かった、じゃあ順番としては、はい、今ハイゲイン聞いてもらいましたよね、はいはい、でハイロー見てもう一回ちょっと聞いてもらって、はい、ドル2ドルいきます、セッティングそのままですけどね。
下げててもいいか。せっかくなので、じゃシングルのギターをつないで、はい、はい、ありがとうございます。これはあのオーバルトーンさんのとこにある、あ、そうです。ストラトをちょっと、これでもちょっと佐々木さんのストラトに似てますね、移動が。あ、そうですね。うん、まあただちょっと違う。ストラトンでもちょっとじゃあどんな音がするかをやってみたいというふうに思います。はい、じゃまずハイゲインからいきます。ストラートで弾いた時の、いいですね。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 うん。ミッド。はい。ミドルゲイン、ミドルゲイン、はい。はい。サウンド、まあ、そんな感じですよね。まあカッティングも今入ってったんで、うん、中によし、じゃあカッティングをカッティングをするならね、ゲインこんぐらいかな。じゃあちょっとディレイしてみます。あ、そうですね。
ちゃくちゃ良い、はい、めちゃくちゃ良いね。ね、ローゲインの、はいはい、セッティングでこうジャカジャカやるのは実は僕 UK ランページで使ってるんですよね。ああ、はいはいはい、はい、でまあテレキャストとかが多いんですけど、はいはい、その時はね、まさにこんぐらいのセッティングにして、はいはいはい、なんかもうちょっとやるかな、うん、いやーだからね、はい、ローゲインもミッドも、はい、ハイも全部使えるんですよ。うん、全部使えるんですよ。本当素晴らしい天才天才ビルダー、本当ツヤツヤプリプリ、はい、ね、ありがとうございます。新来さん、うんうん、どうもありがとうございます。そうだからまあ使い分けはざっくり言うとローゲインの時は、はい、ちょっと太めのクランチいかないなんかリード、はい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 、本当に、はい、オフだとこのね、それからちょっとジャキジャキした音、ローゲインもボリューム絞った音もとヤバみですね。ヤバみですね。フルガッツしてる時の対比がイエイ。エクサミスエクスプロージョン使ってますが CFP を買います。 ありがとうございます。 CFP ね、 CFP、 CFP 新しいっすね。新しいですねありがとうございます。だからこのローゲインだけでも超いいもんね。絞っただけだもんね。はいはいはい、うん、だからなんかローの飛びがいいので、うん、結構歯切れがそのいわゆる全体的に歯切れるっていうか、はい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 、確かにそうですね、うん、だいわゆるファウンテンとかとは全然違う音色で、まあ、そうですね、なんかもっと太くて甘いって感じなんですけど、うん、こっちはもう少しキレがある感じ、はいはい、うん、やっぱりこっちの新筐体のパワーもありますね。やっぱ筐体変わると音変わるんですね。うん、変わります。まあ、あのタイミングでまた変わりましたね。開発中。そうなんですよ。もうね。ガラッと変わって、また。じゃあちょっと、もうちょこっとだけこの各チャンネルの話してから、その話、はいはい、したい話があるので。ああ、そうですね。じゃあこのままよくあるセッティングとして、はいはい、まあ、このままちょっとこのテレストラとお借りしていきますけど、はいはい、ミドルは意外と弦上げ目にして、はい、ブルージーとか少しまあ本当ハイだとやりすぎな現場で優しくメロディー弾きたい時にミドルは使っていて、はい、結構ねジャズっぽいジャズフュージョンでよく使ってます、ね、サックスとかトランペットがいるとか、はい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 、あと生ピアノがいるとか、はいはいはい、そういう現場では今のこのミドルの原因ぐらいをちゃんとアンプでしっかり音量上げると、うん、あもう十分すぎる原因ぐらいがあって、はいはいはい、いや今日ハイは踏めないなみたいな感じ、うん、
ちょっとあれですもんね、この辺のミドルゲインのシャキッてした感じが、うん、若干そのブルースドライバーっぽくもあるのかなって、ああいう感じの使い方もできるのかなっていう感じが、普通にジャガジャン普通にいいよね。いい感じですね。いやもうなんかボスのデモかと思いますよ。どういう意味どういう意味ですかそれは。おあすいません石井裕二さん、うん、無事に買いました。佐々木さんデモあれ絶対欲しいと思って、あそうこの方あの直接メールいただいて、あそうで、うん、でいやもう出ちゃったんですよって言って、でたまたま僕がそのあのメールいただいた時に画面開いてて、で入荷しましたみたいに言ってるお店があって、うん、でそれを教えてあげたら買いましたって、うん、すごいタイミング奇跡的なタイミング神のご縁がありましたねそれはね、うん、The big difference between this version and all devices ビッグディファレンスはサウンドうーんだからまだ英語で言ったもんね、うん、英語なのかな、結構違う。もうサーキットボードの半分以上違うので、だからもうここはあのオーディファイブ的なキャラクターはちょっとあるんですけど、メインディストーションパートはセイムだけど、うんうん、あの前後とかそこメインのところのキャラクターっていうかあの数とかが違うっていう感じですね、うんうんうん、であでもさらにその関連のあれで、うんうんうん、前モデルはトーンの効きが控えめだった印象ですが今作はどうでしょう、トーンの効きっていう面では、うん、割と変わるようにしましたよね。そうですね、割とそれは開発の最初の段階で、うん、佐々木さんがなんかもっとどんしゃりにできたらってそういう曲がある時とか、そうですね、あとハイの方も変えられたらっていうのちょっといじってみてください、うんうんうん、そうですね、感じでございます。かなり聞きはそうですね、まあ、うん、ちょっと前半の方なんですけどね、これあの、まあ前はいはいはい、まあ後半はちょっと緩やかにはいはいはい、まあ、っていう感じですね。あんまりでも この辺しあんまり僕ミドルカットすることないじゃないかな、そうで、ね、でもまあやってみよう例えばことじゃないんだ、まあ変えます、まあそのまま変えましょう、うん、いやストラットもめちゃくちゃいいっすね。そうですね、マジでいいな。本当にシンプルなフレーズしか弾かなくなるんですよね音がいいとさっきみたいにもで、そうですね、うん、うん、まあ、僕はミドルあるやつ音がやっぱ好きなんでしょうね。そうですね、うん、でもしかしてこれ泉これ一つ持ってるけど十分なんですが、あ気づいちゃった、まあそうですね、あのいわゆるなんか曲をやるんだったらっていう感じですよね、うん、そうなんか、うん、いろんな音を楽しむっていうことじゃなくて、そのいわゆるその演奏でギターで演奏するっていう面でいったら割と趣味範囲はかなり広い。そうっすね、
だからなんかもうさ、あれあのアンプっぽいあれとかいう方向じゃないんですよ、ね、まあそうですね、確かに確かに。これ前の僕のサロンに田中さんたち来ていただいて、いろいろエフェクター談義をこうお聞きするっていう会の時に、僕いろいろ本当神の言葉いっぱいいただいた中に、まあ今回こうやってペダル作ってる中で、そうですね、その何か目標があって、例えばあのあれ誰々さんが弾いてるあの、はい、あのアンプのなんとかサウンドとかを取りに行くんじゃなくて、なんか出したい音っていうか出したい音楽表現から、こうその先に現象として今この出てる音があるっていう、すごく音楽的な作り方ができたっていうふうに。そうですね、うん、あ本当にすげえ腑に落ちたっていうか、うん、これ何々っぽい、まあまあ結果そうかもしれない、まあ、そうそう結果だから、まあなんかそれは人それぞれいろんな感じ方があると思うんですけど、多分佐々木さんがだから他のなんか機材使ってもそういう音には持っていくだろうしっていうところで組み合わせて、うん、だからそういった意味でのまあなんかをもっとだから最初からやったっていう、うん、そういう感じですね、うんうんうん。そうでもなんかその時さ、田中さんなんかそのいろんなギタリストが例えば、はいはい、ね、バンヘレンさんだったりとか、はいはいはい、イーベスとかジムヘンとかがいて、彼らはやっぱその自分の音楽表現をするためにそういうサウンドが必要であって、そ、ね、その楽曲を表現するためにっていうことなんですよね、うん、やっぱりで現象としてその音が出てたっていう、そうそう、うん、だからまあ例えばそういうね、まあバンヘレンタッピングゾーンだったら、うん、まあああいうキラキラしたところの倍音っていうのが、ああいう音符がバーってこう高速で降り注いでくるようなっていうのがキラキラキラっていう音が必要だったから、ああいう音になってたっていうことでだと思うんですよ。いやもう超腑に落ちる、うん、だそれがいいか悪いかみんなが決めることっていうか、まあ、自分も決める、自分がいいと思ってるというか、まあ、そうしたかったんだろうなって、きっとだからその意思っていうものが音を作ってたっていうところで、うん、現象なんですよね音はね、うん、うん、じゃあそこの現象を追っかけに行くのか、そうじゃなくて自分はもっとこういう風にニュアンスを出した時にこうなんだ、さすがにもっと欲しいんだみたいなとこからもう突き詰めて突き詰めて、このペダルができてるんで、結果としてっていう、結果として出る音だから、うん、なんかちょっとこのエフェクターの音がどうっていう話っていうのは、まあまあ、エフェクターじゃない、これじゃなくてもそれ、うん、あの機材の音の、うんうん、の、そういうお話っていうのが、うん、結局、まあ、そこはまあそれはまあそうなんだろうけど、うんうん、なんかこの、まあ、本質としてはやっぱりそのプレイヤーがこういうふうに出してるイメージがあって、うん、でそれが結果的に音として出ているっていう感じのことを意識してっていうか、うん、まあ、なんかそういう考えに至って作っていたっていう。超音楽的なペダルじゃないですか。でもその佐々木さんのだからそのリクエスト的なものも、うん、いわゆるそういう具体的に例えばじゃあ今、まあ、もうちょっとじゃあその例えばバンフェーデミが欲しいとか、はいはい、うん、グレッもうちょっとグレッグハウのこのアルバムの音っぽくとか、だからそういう感じじゃなくて全然そんなことあるそうですね、そういう多分一言も言ったことないですね。そういう感じの注文が全然なくて。ああそうですね。そうなんです、うん、だからそうじゃなくてもっとこういうプレイするんですよ僕はっていう話から入って、うん、の時こうなると、うん、あ欲しいな、うん、みたいな、うん、なんかそういう感じ。そうですね。だからやっぱりすごい演奏を見せてもらったのもすごい役に立ってっていうところがありますね。そうですね、まあ、最後の方はもう詰めに詰めましたねそうですね、えぐかったですね、うん、いやでもトリックスの割と連日伺った時あったじゃないですか、うん、まあ、あれでやっぱりでもこの辺って割とそんな弾かないじゃないですか、まあ、そうあのいわゆる、まあ、普通の曲って、まあ、出てくることもありますけど、この辺をすごい使うんだなっていう。本当ですよ大変なんですよ狭くて、しかもジャンプしながら、そうなんですよジャンプしたり踊ったりしながらこの辺を弾くっていう、ね、そうなんですよね。トリックスのやっぱメンバーはとんでもなく音がやっぱ強力なんで、ね、強力ですね。いやそれはね、あのだから田中さんが言ってたのは、あの中で生き残るにはこういうこと必要ですよね。生き残るには、あ生き残りをしてる感じなんだみたいな。そうですね、だって埋もれちゃいますもんね結構、うん、あの、うんうんうん、ちょっと半端にだ、そうですね、ゴリッても、うん、信号一本バーン通さんと、うん、
そう、なんかめっちゃ強いタッチをした時のみやっとバンドの中から抜けてる状態って、もうそのタッチしか許さなくなっちゃうんで、あでやっぱ聞こえなくなったら、埋もれたらもうそれは聞こえないっていうことだから、はいはいはい、こうなるとすごく自分のダイナミックレンジが狭くなっちゃうんですよね、はあ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 、だからやっぱ抜けてないと弱くも弾けないし、ボリュームも下げれないしっていう、でそうなって、いや余裕があるなと思うとフレーズもどんどん余裕が出てくるし、はい、長い音も放り込めるし、なんかそういうので、あもうちょっとここはピリッと欲しいですとか、はいはいはい、ここもっと追従性欲しいですとか、なんかあるとこ行くとブーって言うんですけど、そういうそういうの調整をひたすらするみたいな、ね、そうですね、いやそれを常にちゃんと現場で、しかも歌物から、ドフュージョンとかインスト、ハードロックみたいな現場からできた中でこう作ったから、これはこの音にマジで嘘はないんで、うん、だからなんか僕はちょっと不安だったのが、そういうなんかリードはいいけどみたいになっちゃうかなってちょっと思ったのが、全然そんなことなくて、いやもうね、これはあの某もう日本代表のロックドラマーの方からお墨付きいただいて、ね、最もいいって言われたんで、ありがとうって言われたんだから、まあ、ドラムの人はいっぱいギタリストでやってますからね。そうっすよ、本当にこうやってね、リフの、はい、みたいなリフの曲をやったら、なんか重さを出すのにドロップチューニングっていらないんだね、うん、まあぜひね、ちょっとアンプでね、ほんと大きな音で出した時に特に進化が出るので、聞いてほしいなと思いますけどね。はい、ちょっと、まあうん、なんかコメントがちょっと待って、はいはいはい、石井さん、石井さん、個人的にはものすごく進化した SDQ を感じました。あー、まあ回路は違いが全然違うんですけど、ウィーディーをボードに入れていましたが、カスタム4のおかげで外れそうかなと思ってください。あー、おー、チャジさん、こんばんは。あー、こんばんは、ありがとうございます。めちゃくちゃいい音ですね。セカンドロットの、ありがとうございます。セカンドロットへの期待が、期待がすごいですね。そうですね。ひろきさん、ミッドルゲイン、チャンネルとファウンテンの使い分けはいかがか、うんうんうん、ああ、これ結構深いですね。そろそろ、じゃあちょっとファウンテンつないで、つないでみる回もやってみます、はい、うん。じゃあ、その、つなぎ替えつつ、はい、このストラトって開発者のノイデバイスが乗っかっていたやつですか。お、鋭い鋭いですね。そうです、その通りです。はい、まあ、ちょっとそちらもあの発売準備中なんですが、まあ、ちょっとあんまりノイデバイスばかり出してるとノイデバイス屋さんになっちゃう可能性があるので一応エフェクターを出しつつ、うんうんうん、合間に狙って出していこうかなっていうところです。いやー、でもやっぱりね、エフェクターメーカーやっぱ歪みペダル顔ですからね。そうっすね。いや、よいしょ、いやー、すげえいいのちょっと出しちゃったと思いますよ、これはジンジンさん、あーすごくいい言葉トークのもう一回こっち、はい、ここだからこっちローにしてみます、はい、
はい、まあキャラはとお聞きの通り、ね、まあ、かなり違う。バンテンは割とエフェクターのオーバードライブの感じで、でこっちは割とグランチャンプ的な使い方になるのかなっていう。だから結構ライブではかなりはっきり使い分けしてるから、やっぱりファウンテンの方があったかくて丸い感じになるので、はいはいはい、バンドが結構元気いい時にはちょっとそうですね、こっちの方が、はいはい、でメロディー取ったりすることが多いかな。だから本当にあの甘いジャズっぽいやつとかはファウンテン踏むこともあるし、だから僕の中でも今これとこれしか使ってないんだけど、もうずっと現場で、はい、本当にローゲイン、ミッドゲイン、ハイゲインとして使ってる。で、さっきちょっとお話に上がったこれもたまにやるっていうのが、このミッドゲイン。そう、あのね、ミッドゲインのチャンネルを手前のなんかブースターで、はい、上げるっていうのはすごく良いですね、はい、僕はレコーディングではメルカバで歪ませることもたまに、はいはい、手前でゲインブーストすることもあるんで、はいはい、合わせ技も非常になんかね、いろんなものと相性がいいかもしれない。確かに、あれファウンテンとね、ミッドゲインはなんかね、ちょっとね、場合によってはすごいトーンって抜けすぎちゃって、あ、ちょっとなんか抜けすぎかもみたいなすいませんみたいなそうそう申し訳ないみたいな。佐々木大地とペダルコンボ、あ、佐々木大地とペダルコンボ、ね、これバリューセットとしてなんかもう出したいもん、ね、これでも、うん、オペアンプ生産終了です。えだからまあいずれまあちょっと何らかのことはしないといけないんですけど、それはちょっと、いやもうこの中で生産終了めっちゃ多いですよ。ああ、なんと、はい、皆さんお急ぎください。まあ、ね、まあじゃあちょっとバージョンの変更がね、まあ、そうですね、まあ筐体とかもちょっといろいろ考えたりしないと、まあちょっとそんな感じで、はい、TSF カスタムをブーストしてもいい感じになりました。ありがとうございます、うんうん、なんかね、意外といろんな取り合わせが選ばない、はいはい、と思いました。そうですね、うん、いや最高じゃないですか。最高なんですよ、まあ、僕はもうこれさえあれば一生生きていけるってペダルを作りたかったので一生生きていける、うん、あ、メアのミスター佐々木です。 How to use this pedal combo to set your fusion solo lead tone? No, I mean, I, 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 フュージョンリードの時これをどうやって使うかっていう、まだ今乗ったやつですよね。うん、そうですね、フュージョンリードだっけ、この状態か、入ってるね、はい、3段階そうですねじゃないかな、はい、お、久保さんありがとうございます。あ、久保さんお疲れ様でいらっしゃいませ。ありがとうございます。イエーイ、システム全体見直そうと思ってそうっすね、そうっすねっつって、いやだからもう僕は今まで4ケーブルにしたり、はいはい、あんちゃこっちゃあだこでやってましたけど、はい、もう今相当セッティング早いっすよアンプはもうクリーンはい、はい、JC か、はい、フェンダーか、はい、まあ、持ち込めるんだったら僕のデバイデッドバイサーティン、はいはい、で、
歪みはこの2つ、うん、であと残りあの GT 線ってマルチエフェクターで基本賄っていて、はいはい、空間系とかちょっとしたお助け、はい、まあ、たまにコンプとかトレモロコーラスみたいなね、はい、空間系だからギターそれ、はい、アンプなので、はい、超早いですよセッティングそうですねうん、ライブはね、はい、それでいいかな、はい、はい、ちなみに今日は、うん、あの空間系はマイクで撮った音にミキサーでかけてる感じです、はいはいはい、じゃあ単純にあのもう通ってるものはギターこのペダルで、はい、プリアンプアンプというだけですね。アンプあスピーカーね、はいはい、どうすかね1曲ぐらいちょっとおじゃあやってみますかね。でもちょっと待ってください、うん、デモは、うん、僕がちょっとどくんですよ。僕がどいて、はい、このデモの画面にするんですよ。このデモイン画面中にしつつ、はい、これで実際のねオケの中でどういう音になるかもちょっとフライングティーポットさん、あ弾いてみたいですね。ワンツフライングティーポットさん、あのお世話になってます。あのあれを号泣ですよね。そうですよ、号泣プリ僕はあの使ってますよ、あのあれで、はい、なんだっけプレキシーサウンドでレコーディングであの、はいはい、使わせていただいてます。本当にありがとうございます。じゃあどうしましょうかね。そしたら、はい、曲出しをするんですよ。じゃあちょっと今トークマイク切っちゃいますね。はい、はい